ブラック地蔵と、このところ往年の宮司改ざんに伴って、掘削した切通しであるということを書いてますね。オブラック地蔵、これですね。そしてこの改ざんの斜面に行事院がありまして、その行事院が今6月はですね、この紫陽花が満開になります。ここはまあこの切通しの極楽寺とかも一応非常に高所に飛んでますね。これは上神側の 崖ですね。非常に車の通りがなければ非常に新幹線としますね。